はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回はね、こちら紹介したいと思います。 K77 赤軸メカニカルキーボードになりますね。まあだいぶ前なんだけど、過去に青軸キーボードの方を紹介したことがありますね。で、同じショップさんです。今回は赤軸の方どうですかっていうことでね、いただきました。はい、内容見ていきましょう。ビョン。はい、こんな感じなんだね。一応 LED でこうカラフルに光るのでキーボードが見やすい、ね、もうおじいはね、これ文字が光るやつじゃないと、もうプリントのやつだともう見えない本当ね。やっぱり光ってるとすごいよ。昼間でも見やすい、夜も見やすいけど昼間見やすい、これ神ですね。もうみんなこういうの使ってるよね、今の時代ね。はい、それでね、今回日本語キーボードになります。でね、ここ滑らかな打鍵感のリニアだよということで、で今回は赤軸を使用してます、ね、で有線キーボードだよということで、ね、まあ、ワイヤレスが好きな方もいるけども、有線バッテリー心配ないからねって好きな方も多いんじゃないかなと思います。そして今回の、ね、見どころ RGB ライディングの、ね、明度を向上って書いてあるんだね。この RGB のイルミネーションがあることによって、すごい綺麗なんだけど、コントロールできるって書いてあるね。これね、ソフトウェアでまとめてコントロールができる、ね、すごいねこれね。色をいろいろ変えられるってことだね。これはもしこういうの大好き、ね、はい。そして優れた耐久性の設計だよってことで、5000万回のキー入力に耐えられる耐久性だそうです。びっくりしたね。はい、そしてカスタマイズ可能なゲームモードっていうのがあるみたいです。 Windows ロック機能 100% アンチゴーストや N キーロールオーバーなどゲームに役立つ様々な便利機能を搭載しています、ね。まあ、聞いたことある、Windows キー邪魔なんだよね、 ね、あれを押しちゃうっていうかね、ファンクションキーと Windows で Windows キーのロックをすることができるみたいです、ね。まあ、これはもうないとゲーミングとしてはちょっとね、ダメだよね。これも当たり前についてるよね、これね。はい、そしてソフトウェアによる高度なカスタマイズができるそうです。そして便利なメディアコントロール機能も搭載、音量調整、ミュート、再生、早送りなど素早く実行することができますよっていうことです。すごいね。それだけじゃない、滑り止めのラバーフィートっていうことで、激しいプレー中でも優れた、ね、快適性、安定性を実現しました。グリップがいい、そして耐久性、液体をこぼしてもちっちゃいゴミが、ね、入り込んでも汚れに強い、丈夫な構造によって耐久性、耐震性に優れていますということです、ね。まあ、あーってこぼしても大丈夫なのかな、それじゃあね。はい、そして高級感あふれるアルミニウム合金ですよっていうのが売りみたいです。はい、まあ仕様はねこんな感じなんだね。ザクッと見ておいてください。そしてこちらね、仕様、まあ大きさのね、この大きさ 44.3×13.1×3.6cm、 大きさはどんな感じかな、大きすぎてもな、ちっちゃすぎてもなって感じ、ここをね参考にしてください。で、重さは 810g、ね、前後ぐらいということです。ケーブルの長さは 1.65m なんで、まあ、余裕ある方ではないかなと思います。はい、じゃあ早速ねこれ開けたいけど、まだスイッチ関係ね、この押した場合の圧が 45g とかね、なんかこれよくわかんないけども、キーボードオタクの方は見ればね、ニヤーっとする仕様ではないでしょうか。はい、で Windows、MacOS ダブルで対応してます。よかったねこれね。そしてこれは何が書いてあるんだね、アプリをダウンロードして、今もう入れてあるんだけども、起動するばっかになってるんだけど、そのキーボードを認識しないとソフトが何にも使えないっていうね、まあ、そういう仕様になっております。実際にね、見てみましょう。でセットアップの仕方なんだけども、まずこのアプリセットアップエグゼをダウンロードしていただいて、で Windows 7だとこれね、ウィンウィンウィンってこうなったんだけど、スキャンをしてくれてじーっとで問題がないよっていうことで、先に進みました、パスしました。でインストール中に使用する言語はジャパニーズを選んで OK を押します。そして、まあ、ここで次を押して、でファイルの格納先をチェックして、
で進むとインストールが終わります。はい、そんな感じで実際見てみましょう。よいしょ、はい、こちらです。今回はもうキーボードなんでこのまま進行したいと思います。パッケージはこんな感じ。ここがねモデル番号 K77 となっております。はい、こんな感じ。それでね、このパッケージは日本語仕様になってますね。はい、ジャパニーズ仕様になってます。安心でしょ、ね、はい、じゃあ、あ、よいしょ、ね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こんなとこにシールがくっついてるよ。よいしょっと、よし、これでいいかな。はい、じゃあ開けるよ、ね、ここにテープがくっついてるので、そして今カッターでね切りました。ミョーン。はい、まあ今のやつ大体こんな感じだね。うん、簡単にペロンって入ってます。それでここにマニュアルが入ってます。マニュアルにで、マニュアルはねこれがないと使い方が分かんないと思うけど、これ完全にジャパニーズランゲージのマニュアルになってます。で何が書いてあるかというと、うん、メディア機能とか、あとバックライトの効果とか、ゲームモードとか、そこら辺の切り替え方のコマンドが書いてあります。そうだね、まあ後ろはね、後ろはこちら辺はつまんないことしか書いてないので、まあメインはここのところになります。これをなくさないようにしたいと。で、よいしょ。いや、キーボードはね大好きだよ。お、はい、これ金属なの？あ、そうか、アルミボディだからそんなにあれか、冷たくないんだ、これね、アルミだから。はい、こんな感じ。どう？こんな感じで、横から見ると、あ、少しは人間工学に基づいてるのかな、これね。うん、ここの列が高くてちょっと引っ込んでって感じで、うん、だん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 ってなってるね、ほらね。一応人間工学に基づいた作りになっているみたいです。で、後ろはこんな感じで、よいしょと、あ、これいいね。うん、ここのところのラバーのやつ、ここ全体的に大きくこうすっぽりとついてるので、これはいいね。たまにちょっとしかついてない場合があるんだよ。それすぐ外れちゃうんだけど、これは大きいやつがゴロンってついてるので、これはいいね。うん、合格合格。で、ここは何だろうな、ここ分解するとき用かな、それともお水出すとき用かな、何のマーク、あ、お水だ。コーヒーとかこぼした場合にここから出てくるからね、まあ、ジャーって洗えるのかな、これね。最近のキーボードはすげえな、ほんと。で、ちょっと待ってね、針金を左回しで取る、左回しで、おお、よかった。中国ってどっち向きって決まってないから、たまに右にこうしたのとか左にこうしたのとかね、バラバラなんだよ、これね。はい、で、ケーブルは絡みにくいやつね、今流行りのこういうやつね、ベタベタしないやつね、これはいいね。こうしちゃうと、まあメカニカル、こうしとすと、まあ赤軸だから青軸に比べたらね、底付け感というか、そこら辺はソフトだよね。うん、こんな感じ、いかがでね。文字はブレンドタッチできないからね。
ローマ字入力だからですね、うんうん、あのねファーストインプレッションなんだけれども、ここのねくぼみ、ここね、ここのところがあの通常のものよりも結構ちょっとこう気を使ってこういう感じになってくれてるので、要はちょっと掘れただけでもしっかりと押してくれるね。で、あのここだよっていうところにしっかりと誘導してくれる形になってるので、これはちょっといいよね。こうしちゃった時すっぽりはまる、あのキーボードのバケットシートみたいな感じになってるねこれね、うん、こういうのってね、あのすごいしっかりしてるやつだと大きさが変わったりとか、こう角度もちょっとずつこう変わったりとか、あのいろいろあるんだよねキーボードってね。とってもみんな一緒に見えるけども高さが違ったりとかね、うん、これもねこうやって見てみると、うん、ほらなんかこう一応使いやすい人間工学には基づいてしっかりと配列されてる感じだねこれね、うん、横のキーをあの押しにくい、うん、ごタッチしにくい感じになってるような感じだね、うん、さあじゃあ電源投入してみるよ。今ちょっとポテトモトキャベツを出して、よし、今のキーボードをこれをちょっと外して、よいしょ、はい、じゃあつけます、つけます、おお、見た？見た？もう一回行ってみる？行くよ。来たー！ね。はい、来ました。じゃあね、ちょっと今、デフォルトでこんな感じなんだけれども、ちょっとね、よいしょ、じゃあちょっとサクッと、あ、こうならねえからちょっとこうしてやらなきゃならねえけど、うん、あー Windows 10はメモ帳がパッと出てくるところにいないんだよね、メモ帳がないんだよね、残念ながら。そうだよね、ないんだよね、うわー残念だね。いつも苦労してるんだよ。Windows 7だと、後ろの中でパッてあるんだけど、Windows 7、嫌がらせになってるんだよね、これね。はい、そんなわけで、ちょっと、テストがすぐできないので、またテストはそのうちしたいと思います。はい、で、アプリをインストール済みなので、アプリを起動してみたいと思います。はい、このように認識しました。一応ね、キーボード。これでもちっちゃいな、これ。ちっちゃいな。これ43インチのモニターでこんなにちっちゃいって大丈夫って思うんだけど、すんごいちっちゃいな。ちょっと待って、なんて書いてあるか見えねえよこれ、ちっちゃすぎて。何これ、プロファイル123のマクロのライディングってあるんだけど、あーすごい、これね、あ、すごいこれ、ここら辺、この軌道を何をマクロするのか、あ、十字キーまで行くの、あ、すごいな、これね、一個一個指定できるんだ、一個一個、一個一個できるの、これ、すごいな、これ。例えば、G の O ってやつをキーボードマクロマルチメディアってあるんだけど、キーボードを押したら、ストロークを入、本当にちっちゃくて見えにくいんだよね、残念ながらね。肉眼ではもう見えない、ちっちゃすぎて。で、シフト、コントロール、オルトキー、ウィンドウズキーをチェックして、キーストロークを入力してくださいってこう書いてあるんだけど、これね、マクロだったらマクロリストが出て、マルチメディアだったら
メディアプレイヤー一時停止、次のトラック、前のトラック停止、ミュート、音楽を上げる下げる、メール、電卓、エクスプローラー、ホームページね、これのどれかを割り当てることができます。好きなキーに。すごいね。それでこれ色変えた場合どうするの。色変えた場合マックの開始、自動遅延、ボタンが離されるまでループ、ループ回数を指定とか、なんかイベントを追加するとか、なんか難しい機能いっぱいついてる。わかんないけど、色の変更だけしたいんだけど、色の変更はこれからやんなくてもいいのかな、わかんないけど、どうやって変えるんだろう。とにかく、マクロとかいろんなのをやりたい人は、ツールがあるのでそれを使って行ってみてください、ね、はい。じゃあちょっとねマニュアルを使ってちょっと色をね変えてみたいと思います。まあ Windows でメモ帳がないからね、残念だね、ほんとね。ちょっとテストできないけど Windows でね使えないんだよ、おじ Windows 7だから使ってるのね。でまあメディア機能はファンクション起用したからマイコンピューターとかここら辺のやつはいいよね、飛ばしてね。それでキーボードの、バックライトなんだけど、うん、ショートモード、ファンクションと何 PRTSC って何、そんなのあるの。あった、ファンクションキーとこれを押すと消えるんだって。あ、消えた。本当だ。ちょっと待って、戻すの、どれよ。エスケープ。ファンクションキーとエスケープを押すと、あ、戻った。見えないね。これで消えて、これでつく。で、それで今オール紫になったんだね。で13種類のバックライト効果になって、ファンクションと INS13 パターンあるみたいよ。これはい、インサートか、インサート、はい。じゃあ行くよ、インサートどこにある、これか。一応ね機能のマークはついてくれてある、インサートのところにライトマークで。じゃあちょっと行くよ、ほら色変わったの分かる。あ、呼吸とかなんだ、こういうのモードだね。分かる、変わってるの。おーおーおお、すんげー早いな、すっげー早いな。おー、マッハだな。まあゲーミングって感じするよね。押したところからビヨンビヨンっていくやつだね、これね。はい、こういうやつだね。はい、うわ、いっぱいあるな。これは、これは何だろう、これミヨン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 ってやつ。疲れちゃうね。あ、でもあの、なんか使わない時にこれずっとやってことお部屋の中綺麗だよね、絶対。これが呼吸モードかな、これがね。うん、まあ色がだんだん変わってきましたね。まあとにかく13種類ねあるっていうことです。おおね、
はい、OK。はい、まあ、こうやってね、使うことができます。で、よいしょ、これを押すとオフで、これを押すとデフォルトにリセットするよってことだね。うん、まあ、使い方は簡単だね。そして、色の切り替えを今やったんだよね。デリートキー、ファンクションとデリートキー、今の13種類の機能があるプラス、色の変更ができるので、組み合わせるとすごい何通りもあるってことはね。デリートキー、これか。はい、今度はね、デリート下の方、あれ変わってる？変わってないね。デリート教室変わんないね。変わんないじゃん。あ、ファンクションキーじゃなかった。ごめんごめん。ファンクションキーここだ。はい。まあ変わるね。はい。おお。わお。おお。この変わり方がおしゃれだね。うん、これが見やすいね。あのブルーがね。ブルーとかね、白が。ホワイトがね、一番無難かな。白ある？あ、これ、これもね、意外と、あの、いろんなやつ、全部、おじあっちのもそうなんだけど、この、いろんなちぐはぐのカラー、これも見やすいよ。慣れるとね。はい、もうカラーのパターンは、こうやって変えることができます。で、さっきのこっちの、あの、国境になったりとかね、こういうモードと、まあ、切り替えていくってことだね、こういうのね。ね、こういうことだね。こっち側と組み合わせていく。だって。ね。はい。まあ、これは簡単だね。このアップとダウンのここだけ使えば OK だよっていう。うん。面白いぞ。で、それ以外の機能は何かあるの？あ、スピードと明るさ調整ね。ファンクションを押しながら、ファンクションキーを押しながら、左が遅く、右が速く、で、上が明るく、下が暗くなるみたいです。へぇー、すげぇなぁ。はい、じゃあ例えば、上に行くとこれ明るくなって、下に行くと、あ、本当だ。明るく、暗く、明るく。で、スピードはなんか動くよ。呼吸とかするやつだね、と。この呼吸とかでもいいのかな？こっち側押すと、スピード。こっち側押していくと、あ、速くなった。あ、本当だ。こっち側押していくと、ゆっくり。ってことだね。これね。はい。わかりました。上下左右。明るさ調整とスピード調整があります。すごいね。で、ゲームモードは、ファンクションキーと1234を使って、あるのと、あとカスタマイズは、こっち側でもできるし、なんかいろいろあるみたい。ゲームモードはね。お好みに応じて頑張ってください。おじい、キーボードでゲームやらないんだよね。うん、どうでもいいです。はい、あとは、打ちやすいかどうなんだけど、Windows ってメモ帳がないんでね、ちょっと打ち込みテストができないね。Windows 10で今まで紹介してたんで、あ、じゃあ7で紹介してたんで、いや、どっかいないかな、Windows 10。メモ帳。アクセサリーこんなのかな。あった。で、メモ帳はあったけど、ワードパッドの方が見やすいかな。これね。それで、まあ、大きな文字にして、これなんでこんな狭いの？これ、これ広くできないのかな？これもうちょっと大きくできない？これ、こうあって、無理なのかな？
もう全然わかんないな。わかんない。じゃあ太い文字にしてちょっと、何このペラリンって。あ、ちょっとここしっかりと、ちょっと待って、ここダメじゃん。よし、ここまっすぐなんないと。よし、あ、ここが当たっちゃってるんだ、この丸いところが。これね、困ったな置く場所がないんだよ、ここで。よいしょと。はい、じゃあ後ろ向きでね、あってね。よし、じゃあ行くよ、ね、元気なおじいがね、テストしています。ね、文字が見えないので勘です。はい、この勘じゃない、これだね。うん、ね、ね、打ち心地はとても滑らかだよ、これはすぐに慣れそうだ、キーがフィットするよ。さあ、ミスしてないか。あー、ちっちゃくなってる。 Windows 10バカだね、ほんとね。 Windows 10はなんでこんなにバカなの、ほんと。だからね、 Windows 10大嫌いなんだよ。 Windows 10バカだからね。はい、文字を見ながら、こっちだから打ってないけれども、ここが変換されてなかったけど、打ち心地がね。これはなんだっけ、これに入ってる変換がバーだからね。でも、ほら、私、キーミスしやすいんだけども、キーミスになってません。これはなんでかっていうとね、赤軸なんで、青軸と違って指に負担がかからないっていうのと、ここのね、これがさっき言ったようにこういう形状になっているので、打ちミスってだいたい横にちょっとずれた時にミスしてつるんって横行っちゃうんだね。これがこうなってるのが強いから、ここだよってこう戻してくれるんでずれにくい、だからミスタッチがしにくいっていう感じでね、まあ文字の間違いがないので変換は別としてね、文字のタッチミスはないので、まあ、結構使い心地はいいんじゃないかなと思います、ファーストインプレッションではね。はい、まあ、こっちをメインにしようかな。じゃあこれね、はい、こんな感じです。どう、おじい的にはこれ気に入ったけどね。ただあれなんだよね、唯一ここおじいね、下がね黒い方が好き。アルミなのは嬉しいんだけど、これね明るいのついてるから反射してね眩しいんだよね、これね。ここが黒の地域紙だったら、まあ文句なしなんだけどね、ほんとね。はい、じゃあ気になるのはね、お値段の方に行きたいと思います。で、なんかね、知りたいことがあったら聞いてくれればちゃんと G がねお答えしたいと思います。はい、あくまでもねオープンボックスです。よいしょ、もっさり、これで頑張ってんだよ、これね。はい、じゃあお値段の方行きたいと思います。せーの、ドキュー。はい、でん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 。はい、お値段の方が、8,999円で、一応星5が10個ついてるんだけど、この詳細は分かりません。星5ってちょっと怪しいけどな。で、8,999円のところに 15% オフのクーポンがあるので、900の450円だから1350円ぐらい安くなると思うから、8650円ぐらいかな、40件ぐらいかな、ね、だいたいざっくりアバウトで言うとだいたいそんなもんじゃないかなと思いますね。はい、興味のある方はこの動画の説明欄にリンクを貼っておくんだね、じっくりご覧になってみてください。であとオープンボックスなんで、まあ、ざっくりとね開けてみて機能紹介で打ち心地を紹介したけれども、もうちょっとこうおじいに使ってもらいたい、知りたいってことがあったら、分かることだったら対応しますね。で、これゲームやらないんで、そっち系聞かれてもちんぷんかんぷんなんで、そこら辺はね、
お店の人に訪ねてください。はい、そんなわけで今回はね、このおじいのところでは初めてなんだけど、赤軸のメカニカルキーボードを紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。